イーゴリミハイロビッチ・シャリモフは、ロシア・モスクワ出身のサッカー指導者。元サッカー選手、サッカー指導者。元ロシア代表。ポジションはミッドフィールダー。ロコモティフ・モスクワ、FC ・スパルタク・モスクワのユースを経て1986年に、スパルタク・モスクワでキャリアをスタートさせた。スパルタク・モスクワで、数シーズンにわたり活躍し、1991年には、ダンペトレスク。 イーゴリ・コリバノフラと共に、ズデネク・ゼーマン率いるセリエ A のフォッチャ・カルチョに加入した。ミラクル・フォッチャの一員として、9ゴールを決め、ジュゼッペ・シニオリ、ロベルト・ラムバウディ、フランチェスコ・バヤーノラと共に快進撃を続けた。フォッチャでの活躍が認められ、1992から93シーズンには、インテル・ミラノに約12億円で移籍した。 司令塔として9ゴールを決めるなど、AC ミランとの優勝争いの原動力となったが、1993から94シーズンから、デニス・ベルカンプ、ビム4区が加入したことで、外国人枠の問題から、常時スタメン出場することはできず、UEFA カップ決勝でもベンチ外となるなど、1994から95シーズンには、ブンデスリーガのデュースブルクへ移籍した。その後、 スイスの AC、ルガーノを経て、再びセリエ A に戻り、ウディネーゼ、ボローニャ、ナポリでプレー。ナポリ在籍時の1998-99シーズンにステロイド仕様の出場停止処分を受けたことで引退した。ソビエト連邦代表としては 1990FIFA ワールドカップイタリア大会に出場した。ソ連崩壊後は CIS 代表として、 UEFA ユーロ92に出場した。1994FIFA ワールドカップアメリカ大会でも中心選手と見られていたが、アンドレイ・カンチェルスキス、イーゴリ・コリバノフ、セルゲイ・キリアコフ、バシリクルコフらと共に、当時のロシア代表監督、パベル・サティリンに反旗を翻し出場をボイコットした。オレグ・ロマンツェフがロシア代表監督就任後は代表に復帰。 UEFA ユーロ九9 6では再び大舞台でプレーした。ありがとうございます。